皆さんこんばんは。本日は大宮対川崎エスタディオデルマルタンガルよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラです。北澤さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ、選手がピッチに入ります。から見てまいりましょう。ゴールキーパー塩田、菊池、河本、奥野、大谷、横谷、バラダ、長谷川、ヘチュニク、そして前線にムルダー、大前、続いて青江川、川崎、ゴールキーパージョン・スンヨ、エドゥアルド、マイケル、谷口、大島、ネット、竹岡、阿部、家永、中村、そして前線に小林からのパスという布陣です。前半ゲームはスタートしています。大宮対川崎、エキシビションマッチをお届けしてまいります。川崎361のシステムですが、どうご覧になりますか？そうですね、361の場合、オフェンシブハーフ2枚がトップの1枚を追い越す動きやワイドに開く動きで相手ディフェンスをかき回す攻撃が有効ですよね、まあ、その分運動量も増えますけど、中盤に人数が多いので積極的に前へ行けますよね、はい、あとはやはりこのシステムの特徴でもあるワントップがポイントになってきますよね。はい、361の1の部分ですね。そうですね、相手のラインを下げさせて、まあ、ディフェンスラインと中盤のラインを開けさせる、まあ、それによってトゥーシャドウがそこに飛び込んでいく、はい、そのスペースを開けることがトップの役割にもなってきますよね。なるほど、サイドを縦に走らせます。裏へのスルーパス、イエナ、谷口、右サイドを上がっていきます。イエナが、このボールがつながります。横谷、前半13分です。この序盤、まずは両チームともシュートを打って勢いに乗りたいところ。バラダ、菊池、奥野、まだ両チームともフィニッシュまでの形がありませんよね。どちらももう少し前がかりになってもいいと思うんですけどもね。さあ、つながるか。クリア。このピンチをなんとか出します。ネット、中村、大島、裏のスペースへ。このボールをカットします。河本、大谷、大前、裏のスペースを狙う。ヘチュニク、縦へのボール、中村、ネット、谷口、スルーパス、いいボールだ。さあ、阿部、さあどうだ、ミドル、わずかに強すぎたか。ギリギリですよ、ボール1個ですよ。この試合最初のシュートは川崎。サイド上がっていく、スローインをカット、これは読んでいました。サイドのスペースへ走らせる、抜けてくる、ご勝負ですね。長いボール縦へ、
阿部チャレンジはしません。後ろに流す。ヤチュニク、大谷、アーチのようなパス。阿部、ここでファールをもらいます。川崎、幸運にも注意に終わりました。このパスを防ぎます。サイドへ阿部、谷口、スルーパスを出す。打つか、シュートもあります。いやファインセーブでしたね。守備陣がキーパーに助けられた形になりましたよね。今のチャンスはものにすることができませんでした。前線が長いボール、サイドのスペースを使います。抜けてくる、来た、フラッグは上がっていません。阿部、チャンスだ。大島、ネット、長いボールを送ります。谷口、阿部、素早いパスで攻め上がっていきます。上がっていく右サイド、柔らかいボール、チャンスだ。バラダ、ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。前半0対0。さあ北澤さん、前半の印象をお聞かせください。大宮としてはここまでまだシュートチャンスを作れてませんよね。少し遠くても1本打っていく、チームの雰囲気を変えるという意味ではそういったことも必要になってきますよね。スコアレスのまま後半へと続きます。さあ後半スタートです。まあ非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。この柔らかいパス、河本、ジキチ、大前、サイドを使う、ヘチュニク、シュート、これよく止めましたね。これは決められてもおかしくないですよ。キーパーファインセーブですね。決定的なチャンスを迎えたシーンでした。家永、谷口、小林、ロングフィードで狙う、ボールを受けます。抜けてくる、ここ勝負ですね。 PK ですか、どっちになる。大宮ペナルティーキックを与えています。審判に抗議していますが、これは認められません。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。先制のチャンスを迎えます。いやー、最初の1点ですからね。先制、非常に落ち着いていました。思い切って正面に蹴りましたよね。なかなか勇気いるんですけどもね。部分大きく違いますからね。なるほど。ネット、
竹岡、大宮、ここまで全体で見てもまだシュート数が少ないですね。そうですね、スコアも1点差ですからね、もっと積極的に打っていってもいいんじゃないでしょうかね。後半始まってからまだ間もないので、主導権を握る意味でもシュートで終わることを大事にしたいですよね。マテウス、ペチュニク、先ほどからかなりプレッシャーをかけられていますね。そうですね、しかも見ているとマンマークというよりかはこのチーム全体で守備ブロックを受け渡していくマークの仕方を取っていますよね。この方法だとどこへ行ってもマークの対象になってしまいますけども、相手の守備ブロックの間に入り込む動きを繰り返していけば結構マークは外せるものなんですよね。選手間の受け渡しは味方同士の意思疎通で行ってますから、曖昧なところも出てくるんですよね。ですので頻繁にゾーンの間を動き回って相手を混乱させるのが効果的ですよね。マテウス、サイドのスペースを使う、ボールはミドル、これは精度を変えたシュートになりました。もうキュッときましたね、距離ありましたけども。大島、ここまでご覧になっていかがですか。大宮としては当然ね、追いつきたいところなんですけどもね、あまり雑なプレーをすると逆にやられる危険性もありますからね。マイケル、大宮、残る一つの交代枠をどのように使ってくるのでしょうか。横谷、このボールに触ります。ハイネル、ネット、阿部、ハイネル、またファウルか。このボールに触ります。清水、大島、竹岡、ここは競り勝ちます。マテウス、サイドのスペースを使います。いいボールですね。あ、これ落ちいですね。さあ右へ預けて中切り込んでいく。このボールはカットされます。奥野、マテウス、裏狙いましたね。ここは要注意ですよ。中央へ、右サイドへ振って大宮、ここに来てなかなか厳しそうにも見えるんですがどうでしょう。そうですね、もうパワープレーで仕掛けて腰開けていくやり方がいいですよね。まあそうやってるうちに起こるミスもありますからね、そこを詰めたいですよね。チャンスだ。エドゥアルド、川崎、もう無理にはいきません。ハイネル、阿部、大きく縦へ上がっていく。左サイド、裏へのスルーパス、抜けた、チャンス来た、シュート、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。スペースへ出す、森本、ハイネル、ハイネル、タッチ終わったところで笛が吹かれました。試合終了、1対0、大宮敗れました。1点に泣きました。
北澤さん、本日のゲームいかがでしたか？大宮としては後半の1点で負けてしまったわけなんですけども、ただそれまでにゴールを奪えていれば問題なかったわけですから、攻撃の面にも問題はあったってことですよね。そうですね、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間です。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。大宮1対0及びませんでした。